通してどういう考えで上げていますか。まずは、うん、アタッカーの調子を上げることをまず優先に考えていて、うん、その次に相手のブロックを振ることを考えて、うん、トス上げています。よく質問でトスが思ったところに上げられませんっていうことが多くて、はい、そういう時はどこに意識を置けば上げられるようになりますか。まずはボールの下に早く入る、うん、ここっていうより自分がボールの下にしっかり入って整体する、うん、アタッカーの方をしっかり見てから上げるっていうのを意識しています、うん、やっぱ練習大事ですか。練習すごく大事です。何本ぐらいしてきましたか今まで。レフト100本、ライト100本っていうのをカゴ、うんうん、あるな、はい、うんうん、あれを使って100本入るまでとかやりました。やりました。やりました。じゃあ何億本って感じか今まで、はい、バックトスを上げるコツは。見えへんやん、はい、前やったら見えるからあれやけど、自分がやってて気づいたのは、うん、ライトに上げる時もちゃんとレフトに上げる時と同じ向き、うんうん、はいはい、でライトに上げる。じゃあ逆にここにこう割れてきたら、うん、このままこう上げる。そうです。あ、なるほどね。じゃあこっちにも選択肢を残しつつ、もうライトやからライトに背中向けるっていうよりかは、うん、そうするとこうなったよね。はい、ベルトを中心にちょっとこうずらして、はいはい、そのために、うんうん、あの壁を使って、うんうん、なんかこうボールずっと当てながらやるみたいなとか、はい、直上上げて、うん、一周回って空間認識能力、うん、を鍛えました。すごい、はい、最初目印作ってこれ動かさないようにで、これができるようになったらこうやって落とさないように。あ、逆と。二段トス、はい、上げるコツは。二段トス上げるコツは手だけじゃなくて、うん、体全部を使って上げます、うん、なんかもう足から全部使って指先までパーンって、はい、やっぱり落下地点に入るのが優先で、どこを向けてる、その上げたい方向にさ、あ、でこう、へそとかあり、最初の頃はアンテナを目指してたんですけど、うん、はいはい、アンテナ目指すとアタッカーがやっぱ近くと行ききれない、はいはい、だからポール、うん、めがけて上げると、はいはい、もう本当にちょうどいいところで振り切れるっていうか、うん、力強い、うん、はい、もう本当にしっかりポールを目標に、はい、ハンドリング、はい、これすごい難しくて、はい、みんな、うん、それで意識してることがある。ハンドリングはお風呂、うん、浴槽の中で手首こうやってやってました。あー、ずーっと、ずーっと、あの水圧がこうちょうどいいんや、そうそうそう、意識してやったのと、あのさっきやったように壁でもうひたすらこの、はい、手首に入る感覚っていうのを身につけた、はい、じゃあ今手見たけどやっぱセンターの指細い子多いよな。めっちゃ綺麗そう。だからスラッとボールこうやってやったらどん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 手になる当ててるわけじゃないもんな、はい、インパクトしてるわけじゃないから、だから綺麗かもしれない。セットアップするとき特にバックから何を一番意識してますか。最初の目印になるので、うん、レシーバーとか、うん、あとスパイカーもそうだし、セッターがゆっくり来ちゃうと、うん、アタッカーもレシーバーもみんな困っちゃうので、うん、もう早くまずここに来る、たどり着いてボールを呼ぶこと、うん、意識して早く入ればその分相手のブロッカーも見れるので、うん、はいはい、それを意識して一旦ここに来るタイプ。一旦ここに来ます。例えばさ、このレシーバーが面とか、うん、チャンスボールの時はもう、うん、もうお構いなしの時、うんうん、でもラリー中とかってなった時は、うん、ちょっと様子見てレシーバー崩れたなと思ったらこの辺で緩めて、そういうのは自分でも感覚で決めてるから、はい、チャンスだけはパッ、チャンスだけはもう、もうこっち持ってきてみたいな感じですぐに入って、はい、それ以外はもうパーってここに来るっていうよりかは、うん、先に様子を見て調節してあげるっていうことが大事、うん、なんかじゃないと先に来ちゃって
短くなった時にこうまた戻らなきゃいけないからちょっと様子見てこの辺で緩めてから来る。セッターはいつからやってますか？小学校5年生からです。ずっと。はい。セッターをやっていて、はい、面白いと思うことは、相手のミドルを振った時、あっってこう止まった瞬間によし振ったぞと、振ったぞ、勝ったってその自分の間で振れた時ね。はい、はい。これからセッターやりたいとか、うん、今セッターやり始めとか、これをしたら上手くなるよとかあればお願いします。とにかくボールをまず触ることがすごく大事、うん、始めたばっかりの子は特になんかボール触ってるだけでその感覚とか全然変わってくるので、まずボール触るのと、あとはやっぱり自分でできるトス練習、直上やったりとか回数こなす、まあ、あとは誰かに手伝ってもらってトス練習、もうスタンディングのまんまでいいから何本も何本も反復、飽きちゃうかもしれないんですけど、それがすごく大事だと思うのでぜひやってほしいなと思います。はい、ありがとうございました。おすすめ動画はこちらから、チャンネル登録はこちらから、インスタ